違う字だよね、うん、違う字だよね。言い分あるよ。これ歩道広げたんだよ、うん、まあここまでだったの歩道、うん、こっち車道だったんだよ。ラゴモ？何が？これラゴモじゃない。あ、そうかも。丸葉通りでラゴモとかじゃない。ハレンチのじゃない。なんだハレンチのなんだ。あんなにハレンチな51歳知らん。過ぎてもなおかつ、うん、ガキの頃ってどんなんだったんだろう。若い頃すごかっただろうねきっと、うん、で重鎮の幼馴染今京都来てるっていうからさ、うん、一回会ってさその辺聞いてみたいんだよね、うん、この前なんか重鎮行けなくなったコンサート行ったらその人いたらしいんだけど、うん、全然興味の持てないコンサートだったから行かなかった。モーツァルトのさユーリーなんか曲ばっかりで、あの重鎮がいかにも好きそうなんだったからさ、いいやと思って。県ナンバーが多いから観光で来てんだろうね。徳島ナンバーとかいう。徳島。憧れの関西出てきた。憧れの関西。すげえなって今言ってんじゃん。連休俺神戸行くんだよ。だから自慢してんじゃん。神戸行くの。すっげえな神戸か。海渡るのかおいついに。なんて言ってたら徳島ナンバーで落ちてきちゃった。神戸行くのどんな服着ていくんだよとか言われてた。神戸行く服お前東京で買わなきゃダメだよ。実際に東京行ってから神戸来て。徳島に神戸に来てくる服売ってないぞ。徳島現地一番ケチなんだろ。そうなの。なんかプレゼントに使う費用が一番せこいとかなんか。あ、そうなんだ。2番目が大阪だって。そうなの。前マツコでやってた。名古屋じゃない。名古屋じゃなかった。名古屋は出てこなかった。愛知は。でなんか徳島が一番すごくて、一番プレゼント豪快なのは高知だって言ってたよ。隣の県じゃねえのかって切れてんだけどマツコは。サイドがちょっと渋いっていうかさ、ぱっと見何でもないように見えたけど、なんか路地裏の店みたいなのいっぱいある。せこそうな県って何県が多いか。せこそうイメージ的に、でもどっちかというとやっぱ西日本の方がせこい感じするけどな。そう、東海から関西四国くらいが金にはうるさい気がするけど、この前もさ、あの鈴木さんたちと来た時に、うん、東京の人3人来てたじゃん、うん、やっぱりねお金に関する感じだいぶ関西と違うんだよな、
やっぱりなんか金の話なんかみたいな感じで東京の人は言うんだよ、うん、あれはちょっと向こうの文化だよ、ね、うちはさ両親西日本系なんだけど、うん、なんかねどっちもね金に関する関係はちょっとそういうとこあるんだよ、うん、金の話がするんじゃねえよみたいなところは両方ともあるんだ。阿部も河合もまあこういう感じのな、うん、ちょっとはそうそう、ね、うん、こっちこういう店も増えてるんで、何の店だか分かんない中で石鹸専門店って石鹸専門店石鹸石鹸じゃない、ちっちゃいこの狭い、うん、重鎮入れない、重鎮入れないこれさ、え、ソープか、ソープかフィガロ聞いたんだよソープランドって名前つけばいい中鎮しか行かねえじゃんそれほらほらこういうちょっと面白いでしょこんな居抜きみたいなさ好きなんだよ中鎮やたら居抜き好きだよ居抜き好きなんだよ居抜きしか知らねえじゃん、うん、ちょっとこんな洒落た雑貨屋みたいなのが、うん、かわいいね建物の作り自体はちょっと渋いね、うん、かっこいい、ね、ワーゲンかワーゲン、おしゃれね、なんか見てみるその辺の、うん、すごい人が増えたな。これ雑貨屋みたいになってるじゃない。うんうん。カゴバッグばっかりいっぱい売ってる。これ買ったにくさん。これでもなんかすられそうか。うん。3年くらい前までこの辺あんま人歩いてなかったの、うん、こういうのがだんだん増えてきてすごく人が来るなって、うん、すごいことやってる、うん、大阪にこんなとこない、大阪ないな、あの谷六のあそこちょっとそうなりかかったりとか、あとあの辺ちょっと茶屋町の茶屋町、そうそう、うん、あと堀江がちょっとなりそうになってるけど、うん、あの分散してんだよな、そうそうそう、結局でかすぎんだからなんだか知らないけど、うん、一個一個が弱いな、うん、京都とか神戸の方がだいぶちっちゃいんだけど逆になんかまとまって開発がうまく進んでる印象がある、うん、こんなもん昔なかった、ここ何やってるの、なんかこれも服屋さん、アパレル、しっかり様変わりしたな、ね、これ変な、なんだこの斜めの郵便局は、本当だ、斜めになっちゃってる、この辺あのもともと船舶とか海運関係のオフィスばっかりずらっと並んでたんだよ、うん、海事代理士とかさ、うん、なんかそういう海港湾関係のオフィスばっかりで、うん、どんどん滑ってきて歯抜けになったところにこういうのが入ってきた、でやってみたら意外に駅から立地が近いし、うん、なんかちょっと面白いモダンじゃない、うん、でうまくいってるよね、うん、だこういう寿司屋とかはもともとあったんで、うん、僕ちょっとあのなんだっけミリタリーショップちょっと、うん、ちょっとあそこ、あミリタリーもさ大阪にもいっぱいあるんだけどこの神戸のが一番品ぞろえいいんだよな、うん、あの店長がミリタリー風じゃないそうそうそう、あの人全然ミリタリーっぽくないのに、うん、ミリタリー着てて、そうそう、すごくメタボでね、メタボで、うん、ブヨブヨなんだけどミリタリーのセンスがいいと似合ってないよね、似合ってない、ミリタリー全然似合ってない、
ミリタリーが好きに見えないんだけどね。見えないね。どっちかっていうとまだてっちゃんの匂いがチクリとするんだけど、うん、てっちゃんっぽいよね。そう見た感じ。鉄道とスイーツと酒みたいなさタバコは吸わないとかそんな感じなんだよ。あそこ大砲の実弾を売ってるからすげえ。実弾売ってんねん。買おうかと思ったのこの前、うん、8,000円くらいなんだよ、うん、でもその大砲自体が100キロくらい重さがあって、なんか運ぶのに多分1万円以上かかると思うそりゃ家傾くじゃん。そのうん、床抜けるかもしれない。ノバの床抜けちゃう。うん、1回までズドンと抜けちゃうここ一回あなたと独身時代に行こうかとしたんだけど、うん、やめた。何屋さん？なんかハレンチかなんかそっち系で。ああ。まあまあ口コミいいんだけど。いいね。うん。だこれは当時からある店で、あの頃はまだこの辺は本当にこう隠れ家的な感じだった、うん。こんなに人歩いてなかった。サラウドンってこの店。うん。こういうのはなんか昔からある。いいんです。船乗りが食べてもらって重鎮いた。本当だ重鎮だこれ。準備中って書いてありました。九州行ったら皿うどん食べたい。九州ね、九州行きたいな。新幹線だもん、すぐじゃない。うん、サボテンがいっぱい置いてある。ほんとだ。この建物で蕎麦やってるのは渋いね。うん、すごい。これ広野鉱山。これはあの昔からあったんだけどね、うん、こういうのはガチでそういう古い建物で普通にそばやってたんだけど、今はそういうのを革新犯的にやっちゃってるんだよ、うん、それ狙い、うん、確かここ右曲がったらミリタリーショップだと思う。あったあった、あれあれ。いや、いつもどこで見てた。重鎮神戸全然知らないでしょ。あ、神戸と京都って案外行き来しない。遠いね。遠いね。いやないし神戸そもそも。うん、でも北のホテル行ってるでしょ。いや、ああいうとこちゃんと行ってんだよ一丁前に。あの人さ、知らないくせにああいうとこだけ行く。すごいミーハーだよね、うん、ミーハーなんだよ。ミーハーミーハー。ああいうとこだけ外さないからね。でこんだけ重鎮のワクチンってそれ YouTube 載せんの。そう。え、俺ミーハーなの。ミーハーだよ。北のホテル朝道まだ死ぬほどうまいよとか言ってたけどさ、うん、重鎮大げさだから全然あの当てになんねえんだよな。パンは美味しいらしいってね。でもうん、パンは美味しいのかもしれないけど、重鎮、重鎮が死ぬほどうまいって言った。もう今までいくつ食べたか分かんないけど全然死ぬほどうまくなかったんだけど。うまくなかったね。しまいには何だっけ、あのデッチ羊羹、うん、死ぬほど甘いよと。甘くないし、ないしあれ。むしろ甘さ控えめなんだけど。上品だったよね甘さ。わけわかんねえ。そこのプロローグってところのランチまあまあ美味しい。そうなの、うん、何屋さん、何料理。まあ洋食屋みたいな感じなんだけど、うん、まあまあ肉系美味しいの出てくる。
重鎮死ぬほどいい加減だよ、うん、死ぬほどいい加減、死ぬほど当てにならない、うん、この人死ぬほど当てにならないんですよ覚醒した警備がいっぱい出てる。イカリア、ここは最高いい。イカリア、うん、ここはいい。長介、長さんいるの中に。長さん、うん、ダメだこれ、ダメだこれって感じの人がいいし。もうこもこの犬飼うとさ、美容室代かかるんだってね。そうだよね、うん、あ、伸びてくんでしょ、うん、毛切らないと生きていけない時点で おかしいよね。ああ、こういうのでしょそうそ う、こういうのワンちゃんよ。ワンちゃん、そ見えないね。そ見えない。可愛いけどね。山手の方行ってみるか、うん、やっぱイカリアが一番品揃い。イカリアなんてさ、神戸来た時しか寄らないんだけど、大体何か買うの、うん、いいもの置いてる。ちょっと安いしな、うん、あのパンツなんかでも山本だともうちょっと2000円くらい高い。そう、6000円から7000円くらいですよ。こっち行ったらあの民生の姉妹店があったんじゃないかな。ああそう、あれあれ、あそこで、あれ民生の姉妹店見てみる。あのカレーがある。カレー美味しい。ものすごいスパイシー、汗吹き出してくる。そんな辛い。辛いっていうかスパイシーだよね、ものすごい。あ、やっぱあれね、お城の跡なんだって。あそこ前あなた言ってたじゃん、うん、駐車場のあれなんかなんとか城の跡だって言ってた。そうだろうね。そういうの見えないんだけど。これ交番なんだね。これ洒落てんだよ。うん、これが民生の支店、公民園。カレーが出てくる。で普通のあれもある。ある。真冬にここでカレー食べてなんか汗だくなって味噌汁が窓全部開けてくれた。そうなの。なんか言ったらえらいことになっちゃう。うん、えらいことになっちゃう。猫ちゃん遊んでる。毛づくろいしてる。逃げないね。うん、逃げないね。毛づくろいしてる。綺麗好きなの。重鎮嫌だね。行ってみた。やっぱ嫌なんだ。あ、猫いるね。あ、猫いるね。全然怖くない。全然平気だね、あの子。これ飼ってんの今、うん。暑い。
道のガード下すごいディープでしょ。養殖源氏。源氏。あそこからやってる。あんまりこれだと 6% の差がある。そうなんだよ、適度に都会だし適度に田舎だし。そうなんだよね、いい感じだ。適当にあの西洋文化入ってたりとか、いろんな要素が混ざり合ってるのが神戸の魅力。だから特に元町のあたり行くと山が迫ってきてるから、海岸まで。で、ああやってさっきみたいな海沿いのこの文化とこの JR またいだ山側の文化はちょっと違う。海沿いは若者とか、ああいうちょっとディープな世界、 B 級みたいな世界が面白いんだけど、線路またぐと突然こうちょっとハイソサイティというか、上品な世界が。キッシュ屋もまた行きたいな。美味しかったね。いい店で、ああいうなんかコンセプトのある店っていいよね。いいね。専門とかさ、テリーヌの専門とかさ。バンポーヤジみたいなね。ベルケンがなくなっちゃったの残念だね。今でもあったらよかったのね、西野さんがいた店で。もう偶然西野さんまたねそこで知り合うっていうのも。ベルゲン私行ってるしな。ここなんだろう。これあの県の交換なんだけど、あ7時まで入れんだ。まあ、ちょっとした庭園とかあるけどね。そうなの。これとあとなんだっけ、もう一個なんか庭園あるでしょ、なんやら。何あるんだよ、すぐどっちかあれだったけど、洋風庭園がもう一個あるんだよ。なんかいい感じだね、洋風で。あそこに全裸のおじさんがいる。そうだ、重鎮。重鎮。全裸で悩んでる。全裸で悩んでる。すっげえなあ。そうにいかないとこれ読めねえじゃない。アダム。フール、ブールテル。アダム。結構立派だよ。立派してな感じだな。立派な門がついてる。立派な門がついてるな。ちょっとなんかめり込んじゃってるけど。ダビデ像みたいな。ダビデ像。重鎮あのかっこよくないから。全然。ブヨブヨだから。ブヨブヨでカエル顔だからね。カエルに爆竹突っ込んで女の子投げてるからあいかになっちゃう。
れは犬小屋のつもりなのかな。そうなんじゃない。なんか廃墟みたいになってるんだけど。廃墟の犬小屋。廃墟の犬小屋。だから犬出てきちゃったの前に。もう小屋が嫌になっちゃったの。11の子供の時、11今でもやってるの。桂川のほとり、桂川じゃねえや、鴨川のほとりで花火やってるの、うん、トーテムポールみたいになってるんだ。トーテムポール、へえ。人鳥雲、人と鳥と雲、そのまんまだ。人と鳥と雲、本当だ。あれよく落ちてこない。中に通ってんだろうな、鉄骨か何かずっと。重鎮がびっくりしたら落ちるだろう。ああ落ちるね。ゴールデンウィークにもこういうとこ人少ない。みんな知らないんだろうな。教会っぽいじゃん。教会っぽい。教会があるのね。教会ってなんでこういう作りなんだろう。とんがっててさ、こういう長いこういう形の窓があってさ、うん、なんか意味あるんだろう ね。なんかどこもこんな作る形してない、うん、宗教施設だから何かそういう様式とか決まってんじゃないの。神社だってなんかいろいろあれ段取り決まってんじゃない。で鳥居に対しての本殿の向きがどうこうっていうのがあって、まれにそれを逆にしてるやつがあるんだって。そういうのもちょっと要するに逆にしてる意味があるとかさ、なんかあるよく知らないけど教会だ。する人とかいいんじゃない。うん、土のいい匂いがする、うん、土ってあれ香り意外に強いよね、うん、子供の頃この葉っぱちぎっ土の匂いじゃないのこれ。金フェスティバルもでもこんな匂いしてるよ。そう、土がいっぱいあって子供の頃このツツジの葉っぱを花びらをちぎってね、うん、後ろから蜜吸った。あ、吸った吸った、うん、意外に蜜の味する、うん、でもね、なんかその辺咲いてるやつやってもならないの。味しない。うん、あれなんだったの。違う、ツツジに似たなんかやつなのか、うん、匂いするやつとしないやつがあるのかちょっとわかんないんだけど、しないやつは全くしない。うん、え、なんかついとる。どうなった。なんか挟まってて木の枝が。ん、裏がさちょっと変わっててさ、うん、挟まったの。あ、その裏は変わってんな。変わってるでしょ。
ドライビングシューズ。あ、ドライビングシューズだな、それ。そうそう。運転しないのに。運転しないのに。免許ないのに。そう。で、このかかとのとこがほら、ちょっとこうなってしょ。ああ、本当だ。すごいね、この枝ぶりが、これね。本当だ。おい、こんななってんの。これ白樺？なんだこれ。白樺じゃないと思う。白樺じゃない。白樺はね、もうちょっと白くてシュッとして綺麗だ。こんなごつっとしてない。白樺かもしれない。白樺か。こういうさ、花壇にも全部水やってんだよ。これ。なんかあの脚立持ってきて。そうなんだ。酒の自販機珍しいな、うん、あんまりないよ。トルコ料理そこじゃねえか、その交差点のところ。そうだな。なんか地下入ってたよね。うん、地下だった。そこの角だと思う。今でもやってれば。変だったような気がしたけど違うか。なんかもう一個向こうだったかな。あれなんだっけ、ニコライ堂かなんかじゃなかった。ニコライ、あれロシア正教の。あ、そうなの。じゃねえかな。ちょっと違うだろう建物、うん、ニコライ堂って東京か。チャミンズにあるやつか。ニコライモロゾフ。ニコライモロゾフ、ムスリムモスク。あ、モスクなんだこれ。モスクって何。モスクってイスラム教。なんかこの店覚えがある。これなんだっけ。なんかそこにベトナム料理っぽい看板が。グロッサリーズ。なんかエスニックみたいにいっぱい売ってんね。もうこうね、あ、ここってあのベルゲンのそばじゃない。そうだね。
あれここじゃなかった、トルコ料理。そうそう、あれ買って、うん、ここだ。ベトナムになってる。あ、本当、本当かね。うん、そう、さっきのあそこはと迷ったんだよ、多分どっち入ろうって。そうだったか、うん、なったと思う。なんかだから覚えがある。ベトナム料理になっちゃった。ベトナム料理って美味しい。どうなんだろう、なんかこんなんいっぱいあるね。何これ。これかわいいね。おうち。おうちがある。なんかあれだね。イスラムっぽい感じの人多いね。あれがあるのすごい。このピザ屋もあるとき迷ったんだよな。ああ、そうか。アイローカーとか。僕神戸ですごく疑問なのはさ、このクリニックの看板は何なの。あ、前も言ってたね。これおかしいよね。何のこの看板は。覗いてる。おかしい。おかしいよね。ハテナマークついてる。中に向けて書いてもあんまり意味がないから、ちゃんとこっち向いてんじゃない、うん、あ、そうか。裏向きかと思った。大丈夫。だいぶ疲れた。この蛇口すげえな、こんなとこに。これどうやって開けんだよ、こんなの。何これ、こんなとこに蛇口ついてんじゃん。本当だ、すげえめんどくさいとこつけてる。さ、あの、私あれ出なかったじゃん、リノホールの、うん、あれの打ち上げってなんかこの近くじゃなかったっけ。そうなの。この辺だよね。この前、ここじゃない？ここ？これこれ、これだよ。まだ工事してんの？もう一個向こうかな。これか、もう一個向こうか。もうマンションになってなかったっけ？もう一個向こうじゃねえか。この空間やばい。うん。変じゃないの。さっきやっぱできてなかったところ。あそこ？うん、あれだ。
いやいや、なんか、なんか揉めてる。これ、通ってもいいじゃねえの、信号。これ、来ないんだろ、車。通れるの？だって車来ないんですよ。来ないの、これ。うん、なんか知らない。最近車通るよ。はい。どうぞ。こっち行かねえのかい。こっちか。なんか腰紐つけられてる人がいたよ、お前さんに。え、そうなの？なんか揉めてたよ。揉めてる相手があのなんか作業の人だからどういうことなのかな。あれあれあれここキッシュやで。そうそう、どっかできた。ここアンショークがいいかってことか。あ、そうか、うん、だからか、この坂なんか通ったかな。この像って昔なんか壊れてたよね、結構。そうだっけ。穴開いたりしてたけど、直してる。あ、そうだったっけ。コーヒー、うんだって、うん、コーヒー、うん、うんって何？ほらうんって書いてある。うんって書いてある。ミヒちゃんがやってんじゃない？やってんのかな。タバスキルがうん、どうなったか。あれなんか看板前見たら出てなかったけど。あ、そう。あれうさんくさかったもん。ミヒちゃんが辞めちゃったのかな。辞めちゃったの、誰も来ないから。こっち店出したの。うん。またさ、今度ピアジュリアンも行ってみたいね。ピアジュリアンね、うん、今日なんかやんのかな。北中温先生が出たりして。宇宙の休みが私の